こんにちは、ヘアサロンソルトの久保です。今日はよろしくお願いします。こんにちは、美容室ニコの山本です。今日はよろしくお願いします。そうですね、前の会社が2人とも一緒で、ただちょっと店舗は違うので一緒の店舗で働いてたってわけではないんですけど、まあ、同い年っていうのもあってっていう感じ。他店だけど全然なんかすごいやつがいるよっていうのを聞いてて、まあ、その時からすごいんだなって知ってました。でも僕もめっちゃガツガツしたやつ入ってきてるみたいな。僕は札幌駅の中で働いてたんですけど、彼は大通りの方の店舗で働いてて、大通り店やばいやつ入ってきたみたいな先輩伝いに聞いて、なんかちらっと見た時に、あいつかみたいな、なんかやばそうだから声かけないでおこって。やりたいことやりたいっていう思いがすごい強いので、なんかやりたくないことをやりたくない、なんかやりたいことしかやらない人生って決めてるので、やりたいことを見つけたら絶対やるっていう。いや、もったいない、本当くすぶってこうなんかやりたくないって仕事してる人とか見ると本当もったいないなって。どうやら人生は一回らしいっていうことを聞いたので、やっぱやりたいことやりたいなっていうので、もうずっとやりたいことだけしてるっていう感じですね。僕は2、3期あったらね、2、3期あったらね、危険なことしないからいやでも、ライフは1だもんね。ライフ1だね。そう、そうなんですよね。だからまあなんか人生悔いないように、なんか明日死んでも大丈夫なようにと思って、だから1回会った人とかも、もう今日で多分さよならするけど、1回バイバイするけど、まあ、それでも悔いがないように してあげたいことはしたいしっていうような感じで、いつもお客さんにもスタッフにも、まあ、友達っていうかライバルにもなんかそういうふうに接してるっていう感じですね。僕が東京行って、まあ、久保君が、まあ、海外から持ってきて働いててっていうところで、まあ、インスタグラムを通してなんかこう札幌で、最初なんか名前分かんなかったけど途中からフォローして、気づいたら久保君だったっていう。戻ってきてからずっと結構仲良くて、まあ、うちにも泊まりに来てっていうぐらい本当にいいライバルで、もう本当にインスタで僕も大輔だって知らずにフォローしてて、ヘアアレンジめっちゃ上手な人いるなっていう感じで、もうでもそれでもう何ヶ月も過ごしてて、でなんかたまたまその前の会社の先輩に会った時に、あれなんか前働いてた山本大輔だって言われて、えみたいな、あのガツガツしてたみたいな、でやっぱすごいなみたいな。よりなんか高め合えるなって、向上し合える関係人いるからすごいいてくれて嬉しいなって思いますね。嬉しいこの前もお互いで臨店セミナーっていうのをやって、僕が、お店行って、ヘア、ハイライトを入れて、まあ、僕が全部レクチャーして伝えて、まあ、その後セットを逆にうちにのスタッフに教えてもらうっていう、そのままモデルでっていうのやって、まあ、お互い情報交換してっていうような感じで、勉強してることがそれぞれやっぱ違ってる部分とかもあるんで、あなんかこういう風な考え方をしてるんだとか、流行りものをこう取り入れるっていうところからプラスアルファで自分でなんかこう発信していくっていう側になってるんで、やっぱり久保君は、まあ、そこがなんかやっぱり考えてるなと思って、まあ、もちろ なんかビジネスとして考えてる部分もやっぱり強いじゃん、やっぱり、まあ、インスタグラムが何を求めてるかとかっていう話も前にした、まあ、したじゃん。まあ、そういう意味では俺もなんかこうなんでヘアアレンジが流行ったかって言って、別にヘアアレンジ好きでもないし、もともとどっちかさ苦手だけど、まあなんか流行りだした頃にちょっとなんかこう来てくるんじゃないかっていうところで、あこれちょっと いけるんじゃないかっていうので、まあ先駆けてやったのがなんかこうフォロワーが増えてって、こうまあやっていくうちになんかこうまあ上手くなってったっていうような感じ、まあその時代の流れから今カラーっていうところがね、どこの店にいようが実際なんか関係ないよね。本当関係ないよね。いや全然関係ないよね。本当最高だよね今ね。本当なんか自分次第でもういくらでもどうにでもなるじゃん。うん、育つか、ある程度まではもういけるじゃん。もう絶対、うんうん、やっぱりなんか先輩のこう知識をそれをまあいただいて勉強するっていう感じが昔の、まあなんかあとはまあ自分で講習会とか行ったりとかあるけど、やっぱり情報量が違うから。まあ、一流の技をねどこにいても学べるから、僕もだって運転しながらとか歩きながらも絶対音聞いて、まあ、座学の部分はそれで全然十分なので、もう勉強しながら、まあ、それはヘアキャンプに限らず常にオーディオブックとかでも聞いたりとかっていう感じで常に勉強してるので、なんかやろうと思えばいくらでも、まあ、地方に行っても札幌だったりとか、もう本当に田舎の場所だったとしても、まあ、全然関係ないかなって。もちろんお店にね上手な人が
超えていたら、全然もっともっともっといいっていうのはあると思うけど、本当一定のレベルに達するっていうのはそんな難しいことでは今の時代は。常になんかこう新しいカラーとか考えたりとか、こう自分でなんかこうこのやり方ってもしかしてまだ出てないんじゃないかとか考えついた時にすごい面白いよね。いやこれちょっと試してみたいなとか。いや分かる。いやこの前も白髪イカシのなんかエアタッチをしてて、もうふと思いついて裏に行っても誰かに話したくてしょうがなくて、もうちょっと平田君みたいな感じで、いやもう今さみたいな感じで言ったら、いや久保さんもやばいですよみたいな。もう寝ても覚めても白髪のこと考えてるんで最近。もうなんか抱けるなみたいな白髪。やばい。いやもうでもできない時が一番楽しいので、僕なんかできるようになるともうなんか興味なくなっちゃうんですよね、何でも。まあ勉強とかもそうだと思うんですけど、なんかできないからやりたくなくなるってみんな言うんですけど、僕逆でできないから楽しくて、てかこれこうしたらいいかなとか、まあ、さっきこうなんかいろいろ物作ってる時も、あこうだなこうだなとかって考えてやること自体が楽しいので。だって答えの分かってるパズルだったらもう楽しくないでしょ。だってそんな、それはすげえ分かる。それはすげえ分かる。全然関係ないけど、ゲームとか知っててボスになったら俺やんないんだよね。え、マジで？どういうこと？あ、終わっちゃうから。あ、もうこれで終わりだなって。で、エンディングをなんかこう、なんか見るだけだね。違うサイトで見て終わるっていう。カラーのレシピ聞いてくるのって多分多いと思うんだけど、まあ、スタッフでもインスタの DM とかでも白髪イカシのレシピが知りたいとか、なんか知ったらもうつまんなくならないのかなって。もちろん答えとしてはすごい重要なことだとは思うんだけど、考えてやることが楽しくて、まあ、僕は楽しいからやってるので、僕自分のマイルールでうまくいったレシピは使わないっていうのがあるんですよ。だから例えば金髪だった状態でこうグレージュにする、まあ、8音のグレージュにするいいレシピが見つかったとしたら、もうなんかそれで僕の中で完結しちゃうんで、もっといい色を作りたいとか、もう例えば1分でも早く発色させたいとか、なんかそういう感じで積み重ねていくので、だからレシピは覚えてないですね。もう必要ないっていうか、なんかアップデートしていきたいっていうのがあるので、もう全然覚えてないですね。もう同じカラー自体まずつまんないし、多分リターンしないだろうなって思った。リターンするかもしれないけど、そのまあ、やっぱどんどん新しいものをこう提案していって、選択肢としてそれで選んでもらう形にした方が、まあ、お客さんとしても満足する部分もあるしね。勉強になる。いやいやいや、絶対そう思ってやつ。まあそうだけど、まあ、あんまり覚えてないだけっていうところですけど、僕パッて裏入った時にもうカラーバー見て、いやここにあるカラーだったらもううまくいっちゃうみたいな、でも新しいカラー取りたいみたいな、知らないことを知りたいみたいな感じ。だからもう、あでも飽きてくるでしょ、同じカラーだったら。それはある、うん、確かに。まあお店の在個的な部分とか、まあ、いろんな事情で多分同じメーカーっていう場合もあると思うけど、うちはまあ自由なので、なんかもう飽きてきたら結構変えちゃうっていう。でもカラーは新しい方がね、やっぱりいろんなテクノロジーが変わってるから、うん、基本的には新しい発見が多い、ね、昔のものもいいけど、まあ、ヘアケア剤とかも本当にそうだね。まあ、そこが上がってったから、やっぱりブリーチのなんていうんだろう、こうやってもこう、今まではなんか傷んで、ヘアブリーチがあるからこそ、なんかこういいデザインがより作れるみたいな、まあ、本当にいい感じに多分重なったんだろうな、こうカラーブームにしようっていうところと、インスタと、ケアと、そうだね、ブリーチがなかったらここまで、ケアブリーチがなかったらここまでバズることは、まあ多分それは日本中の美容師さんもそうで、ブリーチが怖くないってことになったから。で特に僕が今やってる白髪イカシとかも、やっぱり60代70代80代の方もインスタグラムを見て白髪イカシをしに来るので、ブリーチはもう脱色でしょみたいな、髪テロテロになるって言われるんですけど、まあ、終わった後はこんなサラサラなのみたいな感じで驚かれるので、やっぱり人の人生を変えるほどのやっぱりヘアケアによってのやっぱり能力っていうのがやっぱりすごく、まあ、それはでもこれからもっと進化するところだと思うんで、まあ、ブリーチに限らずね、何でもどんどん良くなっていけばいいかなって。やっぱりお店の色っていうのも大事にしてるお店もあって、それはそれですごくいいことだなと思うんですけど、やっぱり個人についてくるっていう時代、まあそれ言ってる方は結構多いと思うんですけど、でも本当にやっぱりそうだなっていう。でもこれはインスタグラムとか SNS だけではなくて、お客様に接しててもすごく思って、指名がつかない人ってやっぱり自分を売れてないんだと思うんですよね。まあ、久保だからいいとか山本だからいいっていう風になってなくて、代わりがいる美容師だとやっぱり思われちゃって、代わりがいるから他に行っちゃうっていうことなので、やっぱり自分のオリジナルだったりとか得意にしてることとか特
に僕だったらあのインスタグラムで、まあ、そのブリーチカラーとかっていう美容師のことだけじゃなくて、例えば料理をしてるとか DIY をしてるとか子育てをしてるっていうことで興味を持って連絡くれる方とかもすごい多いので、やっぱり僕の普段を知ってもらうっていうこともやっぱりそういう分では大事かなと思うので、まあ、自分を売るってのはすごい大事だと思う。俺もそこは、うんうん、多分共通してそこは同じなんだけど、うん、俺の場合なんかこう自分を出すっていうのはないの。そのインスタグラムとかで、うんうん、完全に、ね、仕事のなんか写真投稿だけだもんね。もうそういうのだけだよ。来てもらって、あ、この人変わってるなとかあるかもしれないけど、きっと何してんだろうな、みたいな。逆に失脚しちゃった人、なんかまあ新規で来てる人って誰かが失脚したお客さんなので、なんで前のお店が嫌だったのかっていうのを必ず聞くようにしてるので、そうやっぱなんかもうカウンセリングで大切にってなったら、お客さんが気になってることをそのお客さんの言葉から口から出る前に自分が先に言う、はじめましてで、うん、こういうところ気になってませんとか、うん、まあ、よくある、うんうん、それはなんかこう全部こうピンポイントに当てれたとか、プラスアルファで言ったらその人が気になってたこと以外に、こうなんて言うんだろう、ここを実はこうだと思うんですよとか、なんかこれから気になることになるんだろうなって気づかせた時に、あ、これ絶対硬いってなる。なるほどね。カウンセリング終わった時点で、うん、あの次リピートするか分かるもんね。あ、そうだね。そう、なんて何が好きかを見つけるかね。あ、ね、正解です。いや俺もそれ言おうと思ってた。ありがとうございます。いや本当に、ね、あの正解。そう、なんか若い子っていうとあれですけど、なんか自分が何をしたいのか分かってないで美容師になりたい、まあ、美容師っていうかあの人生を全うするためにどうなりたいかっていうのをなんか思いついてないっていうのは、まあ、美容師限らずなんか本当もったいないなっていう。理由は何でもいいんですけど、お金が欲しいとか、あのヘアセットを極めたいとか、アレンジがしたいとか、例えば仕事は最小限でやってプライベートを充実させたいとか、あの人それぞれなんでどれが正解ではないですけど、どれかって決まってないと、どういう仕事をしてどういうお店に行ってどういうことをやったらいいかっていうのは決まらないと思うので、それが分からないでなんとなく美容師やってるとか、まあ、なんとなく普通のサラリーマンやってるでもやっぱり無駄になっちゃうよね。てかまあゴールまでのところ、こっからここまでピーっていけばいいのに、でもこんな感じじゃん、もうで、まあ、インスタ疲れって言葉があるぐらい、もうインスタとかやってても何のために私発信してるんだろうとか、何のためにやってるんだろうってなっちゃって、結局よくわかんないで疲れて投稿するの嫌だなとかってなっちゃう。でもその投稿することによっていいねの数を気にしちゃったりとかっていうよりも、その先にお客さんが笑顔になるってことが、まあ、その先にさらに自分が幸せになるってことがないとやっぱりちょっと難しいのかなっていうのがあるので、どういうふうに生きていきたいかっていうとちょっと深くなりすぎて10代20代の子にはちょっとあれかもしれないけど、もうなんか眠る時間を忘れるぐらいなんかやってほしいなって。忘れるんで寝る時間、本当に好きなことを追求していくうちにまたちょっと違った形になってる。いやそうだよね、うん、例えばカットカラーで5000円とか3000円とか2000円とか、まあ、みんなバラバラですけど、その値段設定だからその値段のお客さんしか来ないっていうのは当たり前。